皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは26課のプラスアルファクイズ宇宙の2番です。このビデオは何をしているかというと、これメインの教科書で勉強した26課の普通形んですね、するんです、しないんです、で、しなかったんですなどなどね、そのカジュアルフォームんですのとちょっとアドバンスね、ちょっとアドバンスで、この読本編リーディングブックね、読本編の26課のこのクイズのページですね、このページを今一緒にやっていきます。では行きましょう。1番ね、問題です、クイズね。問題1、宇宙から間違えました、地球から宇宙ステーションまでどのくらいかかりますか。1、6ヶ月2、6日3、6時間もう一度聞きます。皆さんよく考えてくださいね。地球から宇宙ステーションまでどのくらいかかりますか。1、6ヶ月2、6日3、6時間どれでしょう。ちょっと本の後ろの答えを見てみます。皆さん何番だと思いますか。はい、答えは3番の6時間です、ね、3番の6時間は答えはそんなに大事じゃないんですけどね。でも皆さん一緒に見てみましょう。時間がかかります、これは takes ね、 it takes time、 how much time、 how long time で、お金がいくらかかります、 it costs how much money ですよね。の時間がかかる、お金がかかる、どちらもかかるを使います。そして大事なことはですね、ここにはががつきますよね、これサブジェクトね。で、このどのくらいといくらのこの後ろ、ここに何も助詞が入りません。例えばね、私のうち、ね、from my home、ね、私のうちから一番近い地下鉄の駅まで歩いて、ね、歩いて10分かかります。私の家から駅まで歩いて10分かかります。 So it takes 10 minutes、ね、で時間が is actually omitted in reality、 実際の会話では時間がとかお金がは言いません。例えばね、日本から香港まで飛行機で、そうですね、5万円、 about 50,000 yen、 ね、5万円かかります。日本から香港まで5万円かかります。ここもお金がは、ね、あまり言いません。ですね。ですからここに助詞が入りません。5万円がとか10分がとはなりません。気をつけてください。じゃあね、次行きましょう。2番の問題。2、地球を90分で回る宇宙ステーションは時速何キロで飛んでいますか。1、時速28,000km。 2、時速 2800km。 3番、時速 280m。 もう一度読みます。2番、問題です。地球を90分で回る宇宙ステーションは時速何キロで飛んでいますか。1、時速 28,000km。 2、時速 2800km。 3、時速 280m。 どれでしょう。答え見ます、答えは1番の時速 28,000km でした。1時間に 28,000km 宇宙ステーションは進むんですね。すごいですね。では3番問題です。宇宙ステーションの大きさ、広さはどのくらいですか。1、
サッカー場くらい。2. 東京ディズニーランドぐらい。 3. ジャンボジェット機ぐらい。もう一度問題です。 3. 宇宙ステーションの大きさ、広さはどのくらいですか。 1. サッカー場くらい。 2. 東京ディズニーランドぐらい。 3.ジャンボジェット機くらい。さあどれでしょう。宇宙ステーションの広さ、まあ3番ですね。答えは1、サッカー場くらいでした。わかりましたか。でね、皆さんね、このね、すいません、さっきの問題、2番の問題のね、読み忘れました。今読みますね。のこれ1月、これは4月、7月、9月、so、これは January like の April、July、September ですよね。でこれはあの1月、4月、7月、9月、これどうぞスペシャル、ね、で1ヶ月、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、これは1 month、like、for 1 month、ね、2 month、3 month ですから、この1月は January、 1ヶ月は for One month、ね、気をつけてくださいね。そして1年 One year、 1週間、1年は1、ね、1週間、それから1ヶ月は1 地を読みません。で1日は One day、 For one day。 じゃあこっちはね、1日、1日は11月1日、 November 1st、 1st、 2nd、 3rd、 ね、ヤッホー、イーホー、これはね1日と言います。気をつけてください。これあのかなりコンフューズングね。ではね、次といきましょう、時速のね、時速何キロ でこのでを勉強します。ででは、これはね、あのペンで書きますとか、それから本だよね、本で日本語を勉強します、あの使いますね、 use something まで、これでです。 useThis speed、ね、in this speed の in、ね、でを使ってください。それから飛んでいます、飛んでいますね、ています。これは例えば私は香港に住んでいます、ね、と私は、山田さんを知っています、私はホワイトボードを、ね、I own、ね、持っています、ています、状態ですね。そう、飛んでいます。 The space shuttle is flying、 It's status、ね、ています。それから、ね、次へ行きましょう。あ、で、あの次はどのくらいですかの、どのくらいで、これね、このくらいはね、this much、 このくらい、そのくらい、 like that side、ね、そのくらい、あのくらい、 very far away、 あのくらいで、question、 どのくらい、 how much、 ね、このくらい、 this much、 あのボディーランゲージが必要です。で次です、次行きましょう。問題、4番、コップ一杯の水を宇宙に運びます、いくらかかりますか。 1.34 万円、 2.30 から40万円、 3.300 から400万円。もう一度読みますね。コップ一杯の水を宇宙に運びます、いくらかかりますか。 1.34 万円、2.340万円、3400万円。さあ答えは何番でしょうか。これ問題4ですよね。2番です。340万円です。すごいですね。そう、2万香港ドルくらいかかります。すごいですね。次いきます。5、宇宙服は何キロありますか。1120キログラム、212キログラム、3.1200キログラム。もう一度、宇宙服は何キロありますか。1120キログラム、212キログラム、3.1200キログラム。さあどれでしょう。答えは1です。もうすごいですね。宇宙服は
120kg あります、ね、皆さん自分いくら何キロぐらいですか。多分私は50キロぐらいあると思いますから、私2人ぐらいです。すごいですよね、重いですね。次いきます。6番、ナンバー6、宇宙ステーションに何人住むことができますか。1、100人、2、20人、3、6人。もう一度、宇宙ステーションに何人住むことができますか。1、100人、2、20人、3、6人と、ね、これはですね、この何人住む、これ辞書形ですよね。住むことができますか。 So how many people can live in the space shuttle? でこれなんですけど、の何人住むことができますか。で何人のここ後ろに助詞がありませんね。助数詞ですよね。 It's a major word. So we don't put any particle here、ね、コーヒーを一杯飲みます。日本語を1時間勉強します。同じタイプですね。How long, how much の後ろに助詞を入れません。次です。何人住むことができますかと、これね、住めますか。これって可能動詞ですよね。Possible form ね。そう、何人住めますかと、何人住むことができますか。同じです。ただちょっとだけ違いますよね。少し違うのはですね、こちら長いですよね。This one is longer. This one is shorter. でね、日本語はいつも長い方が丁寧です。日本語ね、まあ、maybe English also、英語も、多分広東語もそうですけど、長い方が丁寧です。Longer is actually more polite, technically ね。So, こちら上はもっと丁寧です。そして下はもう少しカジュアル。友達と話すときはこれを使って、会社で上司やお客さんと話すときはこちらの方がいいです。覚えておくといいと思います。で、ね、次ですね。次いきます。7番、宇宙には空気がありません。空気がなかったらどうなりますか。1、人や物が空中に浮く。2、人の顔が丸くなる。3、音が聞こえない。もう一度、7番、宇宙には空気がありません。空気がなかったらどうなりますか。1、人や物が空中に浮く。2、人の顔が丸くなる。3、音が聞こえない。さあ、答えは何番でしょう。皆さん分かりますか。これは、答えは3番、音が聞こえないです。なんか昔学校で習いましたね、うん、ではあと2つだけね。8番ね、次の人で宇宙飛行士はどの人ですか。1、ガリレオ。2、ガガーリン。3、アインシュタイン。もう一度、次の人で宇宙飛行士はどの人ですか。1、ガリレオ。2、ガガーリン。3、アインシュタイン、うん、これはもうなんかみんなわかるよね。これ2番だよね。見なくてもいいから。ガガーリンですよ ね、 ね、ロシア人の人ですね。スプートニクで行ったんでしたっけ、ね、なんか私はガガーリンはすごい笑顔で、後でグーグルで見てくださいね。すごい笑顔でフレンドリーでスピーチも上手で、私はガガーリンはとてもかっこいいと思います。次、9番、ね、最後の問題。世界で初めて月へ行った人はどこの国の人ですか。1、ロシア。2、ドイツ。3、アメリカ。もう一度です。ちょっと自信ない。もう一度、9番、世界で初めて月へ行った人はどこの国の人ですか。1、ロシア。2、ドイツ。3、アメリカ。うん、ダブルチェックしました、うん、大丈夫。そう、アメリカの人ですよね。これアポロですよね。アポロ13号だっけ、アポロ13だっけですね。
であの、そうね、なかったらのタラは if と once の意味がありますよね。今は if の意味で使っていました。それから初めては1回目ですね。 for the first time で、初めには at first、 同じ意味はまずです。例えばこうプロシデュアでね、 first you do this、 second you do that、 the third do something else。 初めにこれをしてください、次に何々してください、で最後に何々してください。その中でね、初めてと初めには違います。気をつけてください。じゃあ今日のビデオはここまでにしましょう。でね、次はですね27課で、27課はですね忍者ですね。忍者これあの忍者をやります。こんな感じでね、忍者の単語を次に27課やります。で27課では私たちは可能形 possible form ね、可能形をやっていました。あの忘れた人、ちょっと自信のない人に if you don't have confidence in の普通形ね、これはねこのあの教科書の27課ですね。教科書を見て可能形ね、可能形、日本語が話せますとか、山が見えます、スーパーができましたとか、これを見て、でそれから私の YouTube の27課のビデオ 1,2,3,4 ぐらいかな、見ておいてください。じゃあ次のビデオで会いましょう。お疲れ様、バイバイ。